多い競馬11レース、マーチ賞1200です。能力偏差値ですが、C ランクロットのレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。 指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠4番、オリジネーターです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。 能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1200メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が12004層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が1200、1200は適距離です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が3頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。 一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は花を切っての競馬です。4層前は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は68で3位です。上がり指数は35で7位です。まずまずの先行力で、先行できそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠3番、セルフメイドです。能力偏差値は二位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、 黄色線を上回ったことがありません能力的には上位混戦の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1200昨年の7月は紫の丸が1200 1200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は 7番手からの競馬です昨年の7月は2番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は51で6位です上がり指数は34で9位です上がり指数は評価できませんさせないリスクがあります展開面は若干のマイナス評価した方がいいです馬体重を見ていきます馬体重は黒色の折れ線 馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています明日も馬体が増えていればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています7枠7番サイモンハロルドです能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では4走前に黄色線を上回っています特に4走前は 黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています能力的には上位根線の一等で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと4層前は紫の丸が1200昨年の6月は紫の丸が1200 1200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 4走前は2番手からの競馬です。昨年の6月は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は78でトップです。上がり指数は42で3位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで。展開面は若干のプラス評価していいです。上適性を見ていきます。 指数の上の上漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地大井での出走です。過去1年、地方での出走がありません。地方適性は不明です。上適性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠8番、ショコラティエールです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前。 5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位混戦の一等で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は紫の丸が1200、5層前は紫の丸が1400、1200は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は3番手からの競馬です。 5走前は4番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は59で5位です。上がり指数は36で5位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。 今回は21週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。2枠2番、ロードラズライトです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前、5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は、 黄色線を14上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、上位混戦の一等で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1200、5層前は紫の丸が1200、1200は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は6番手からの競馬です。5走前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は49で7位です。上がり指数は45で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。ハイペースも味方しそうで。展開面はプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。今回は。 1。3週間の休み明け初戦になります。過去の休み明けでは指数を落としています。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定20丸を打った4番の対戦成績は8番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。4番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った3番の対戦成績は8番に対し、霊障1杯と負け越しています。 3番の対戦成績にはリスクがあります暫定黒三角を打った7番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です暫定白三角を打った8番の対戦成績は3番に対し1勝0敗と勝ち越しています8番の対戦成績は高評価できます暫定罰を打った2番の対戦成績は3番に対し0勝1敗と負け越しています 2番の対戦成績にはリスクがあります。最後にコース特徴と枠順による有利不利を見ていきます。王位1200は外回りコースです。最後の直線距離は地方競馬では最長を誇ります。直線距離が長いので、地方競馬としては珍しく、後方一機の追い込みも豪快に決まることもあり、展開面の影響を大きく受けるコースです。スタートは2。コーナー出口で3。コーナーまでは距離があります。 枠別の平均パフォーマンスを見ていきます内枠有利外枠不利の傾向があります短距離で点から飛ばす競馬になりやすくコーナーを距離ロスなく回れる内側が有利になっています以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20を打ったのは4番オリジネーターです能力偏差値はトップの C ランクです距離とレース間隔と 対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番サイモンハロルドです。能力偏差値は3位の C ランクです。枠順と上適性にリスクはありますが距離と展開とレース感覚を高評価しました。黒三角を打ったのは2番ロードラズライトです。能力偏差値は5位の C ランクです。レース間隔と 対戦成績にリスクはありますが距離と展開と枠順を高評価しました白三角を打ったのは3番セルフメイドです能力偏差値は2位の C ランクです展開と対戦成績にリスクはありますが距離を高評価しましたツを打ったのは8番ショコラティエールです能力偏差値は4位の C ランクです展開と 枠順にリスクはありますがレース感覚と対戦成績を高評価しました以上、指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです